55からのたけのこ生活「根尺物語集本庁世俗編現代語訳竹石明雄を読んだ感想ですまず概要は「選者と成立事情は不明」第81821巻は「欠陥」です成立は12世紀初めの陰性の頃「今は昔」で始まり「なん語り伝えたる」とや で結ばれる説話が本庁日本世俗編だけで約300あり講談社学術文庫版の上下間で合計1,352ページ原文の記載はなく現代語訳と「節末中」と解説があります。なお「今尺物語」集の全体では約1,000の説話があり今回の本庁世俗編は 第22から31巻であり残りの第1から5巻は天竺編インド第6から9巻は神断編中国それぞれの国の仏教説話で第10巻が神断中国の世俗説話第11から20巻が本朝日本の仏教説話ですでは次に内容についての私の感想です 1, 1約300もの説話があり集めたこと自体に驚いた2藤原氏で始まり朝廷の天上人や肝心各国の頭領住まい人医者女恋人妻娘本名寺武士といったさまざまな人の話や悪霊猿神盗人鬼草稲木 狐などの仕業とする不可解な出来事の話など多様性に驚く。3、結末が悲劇的であってもそこから学ぶというまとめで各々の話を読む途中では結末を予想できない良さがある。4、悪い話、ダメな話、不幸な話はいろいろ種類がある。一方で良い話は真面目に学び働く。 家族や近所と仲良く」とか「結論が決まりがちで採用が少ない」と推測する。5「我が身を振り返って私の動画もダメな話が多い傾向」ご視聴ありがとうございます。終わり。